フラビオブリアトーレはイタリア出身の実業家、ルノー F1 チームの元チーム代表及びマネージングディレクターである。イタリアのマリチームアルプスに近いベルツオーロの出身であるブリアトーレは若い頃はスキー教習とレストラン経営に携わっていた。1970年代にブリアトーレはイタリア証券市場に関わることになり、その頃に ベネトンの創設者であるルチアーノ・ベネトンと出会った。彼らは友人となり、やがてビジネスパートナーとなった。1979年にベネトンがアメリカに最初の5店舗を開店した際、ベネトンはブリアトーレをアメリカ地区の責任者に指名した。ベネトンは型破りなフランチャイズ手法によってアメリカの大衆にちょっとしたブームを巻き起こすこととなった。 1989年までにベネトンはアメリカ内に800店舗を数えるに至った。ブリアトーレはフランチャイズ契約ごとに部合を受け取ったため一挙に不号となった。しかし店舗のオーナーが近隣のベネトン店舗との競合に関して不満を言い始め、やがて店舗数は200人まで減少した。そこでブリアトーレは新たなビジネスを探し始めた。 ベネトン F1 ブリアトーレはそれ以前にフォーミュラ1に関して特に興味は持っていなかったが1988年のオーストラリアグランプリからこのスポーツに関わることになった。ベネトンはブリアトーレを自ら所有する F1 コンストラクターであるベネトンフォーミュラのコマーシャルディレクターに据えたのだった。ほどなくチームマネージャーのピーター・コリンズが解雇されるとブリアトーレは マネージングディレクターに昇格し、ベネトンを競争力のあるチームに変えるべく活動を始めた。ブリア・トーレは1990年にマクラーレン・フェラーリ等で多くのマシンを手掛けたデザイナーであるジョン・バーナードを獲得したが、翌1991年のカナダ GP 直後に解雇した。同年には当時スポーツカー世界選手権でジャガーチームを率いていたトム・ウォーキン賞を招平。 冗談でデビューしたばかりの若いミハエル・シューマッハを引き抜くという先見の命を見せた。1992年にはバーナードの後釜として前年にベネトンからレーナードに移籍していたデザイナーのドリー・バーンを呼び戻し、これにウォーキン賞の部下として一緒にベネトンに移ってきたロス・ブラウンを加えた人用は非常に強力なものとなった。シューマッハは1992年、 1993年シーズンに勝ち星を重ね、ついに1994年にベネトンに初のドライバーズチャンピオンをもたらした。リジェとミナルディ1994年末、ブリアトーレは疲弊したリジェチームを買収し、同チームの持っていたルノーエンジンの権利を取得した。ルノーエンジン以外には興味のなかった彼はチーム株式の50%をウォーキン賞に売却した。 ブリアトーレは引き続きベネトンの運営も取り仕切り、1995年にはコンストラクター部門とドライバー部門のダブルタイトルを獲得した。しかし、シューマッハが1996年にフェラーリへ移籍し、ドリー・バーンやロス・ブラウンといった主要エンジニアが後を追うようにフェラーリに移籍すると、チームはグリッド中段へと沈んでいった。ブリアトーレは1996年に ミナルディの所有権の一部を購入したが、それをブリティッシュアメリカンタバコに売却することができなかったため、共同所有者のジャンカレロ・ミナルディとがアブリエレ・ルミに売却した。また同年には、リジェの株式もアラン・プロストに売却している。ベネトンは1997年にブリア・トーレを解雇し、公認にプロドライブのデビット・リチャーズを採用した。スーパーテックと ルノー1998年にカスタマー向けルノー V10 エンジンの製造を行っていたメカクローム社と販売提携を行い1999年から2000年にかけてスーパーテックという名称で同エンジンを販売した片名にイニシャル FB を付けたこのエンジンはウィリアムズ、ベネトン、BAR、アローズに供給されベネトンは 同社のスポーツグッズブランドであるプレイライフのバッジネームを付けて使用していた。2000年にルノーがベネトンチームを買収すると翌年にブリアトーレは再びマネージングディレクターに復帰した。当初は差したる成績を上げられなかったものの若きフェルナンド・アロンソを起用した2003年より戦力が徐々にアップしていった。そして2005年にルノーを コンストラクター部門とドライバー部門のダブルタイトルダッシュに導いた。チームは2006年も高成績を上げて2年連続のダブルタイトルに輝くなど黄金時代を築くこととなり、ブリア・トーレの手腕は高い評価を受けた。また、ビジネスセンスを買われて F1 の商業面を管理するバーニー・エクレストンの後継者になるのではないかと噂された。2007年には エクレストンと共同でイングランド2部リーグのサッカークラブを買収した。F1 回追放とは開始かし、再びチームが低迷期に入り始めた2009年に2008年、シンガポールグランプリでのネルソン・ピケ・ジュニアの恋のクラッシュへの支持に関する疑惑が持ち上がり、FIA 世界モータースポーツ評議会の臨時総会において公聴会が行われる予定であった。しかし、 その直前に、ルノー F1 チームからパッド・シモンズと共に、チームから離脱することが発表され、国際自動車連盟より、ドライバーマネージメントを含む、今後の F1 活動を禁止する処分が下された。クラッシュ疑惑に関して、FIA の調査の結果とピケ本人の証言もあり、故意であったことも、判明、ブリアトーレ F1 への無期限の関与禁止処分が下された。 ブリア・トーレとシモンズは、世界モータースポーツ評議会が公正な審議を行わなかったとして、処分取り消しと賠償金を求める訴訟を起こした。2010年1月、パリの大審裁判所は、二人の訴えを認める判決を下した。FIA は上訴の構えを見せたが、同年4月に両者と和解し、F1 では2012年末まで、 FIA 関連の他のレースでも2011年末までは運営への関与を認めないが、それ以降は復帰を認めると発表した。これら一連の事件はクラッシュゲートと呼ばれている。近親期間中も F1 のパドックにゲストとして公然と出入りする姿が目撃されたが、近親期間が終わった2013年には別のビジネスに専念しているとして、 F1 の世界へ戻る意思はないと明かしたものの、その後もフェルナンド・アロンソのマネージメントを担当するなど、依然として F1 に関わりを続けている。ブリア・トーレは数多くのドライバーのマネージメントも担当していた。F1 ではフェルナンド・アロンソ、マーク・ウェーバー、ジャンカルロ・ロフィジケラ、ヤルノ、トゥルーリ、ヘイキ、コバライネン、ネルソン・ピケジュニアなどが挙げられる。 マネージメントビジネスに触手を伸ばしたのは1994年頃からで最初のマネージメントドライバーはヨスフェルスタッペンであった。これ以降若い有望なドライバーを多数はお高いしている。契約ドライバーは自身の息のかかるチームに売り込んだり、他チームにレンタルするなどしてシートを用意し、その見返りとして報酬の何割かを取り分とすることで 多額の利益を得ていると言われる。2004年には F1 の商業権を管理するバーニー・エクレストンとリジの元マネージャーだったブルーノ・ミシェルと共に GP2 シリーズを設立。国際 F3000 選手権に代わる F1 直下のカテゴリーとして成功させた。その後、ミシェルは GP に及び GP3 のオーガナイザーに就任している。2005年には ファッションデザイナーのアンジェロ・ガラッソと共同で世界最高峰を標榜する紳士向けファッションブランドビリオネアクチュールを創設2006年10月には東京にも支店をオープンした2011年には上述のファッションブランドをベースにビリオネアライフの名称で富裕層向けのナイトクラブリゾート施設などの運営を始めたが2013年に持ち分の大半を投資ファンドに売却した 2007年11月に、イングランドのサッカークラブである、クイーンズパークレンジャーズ FC を、バーニー・エクレストンと共に買収した。同年12月に、アルセロール・ミッタル CEO のラクシミー・ミッタルを共同オーナーに迎えたが、引き続き同クラブの会長を務めた。クラッシュゲート後の2010年2月に、会長職を辞任し、その後保有するクラブの株式をエクレストンへ売却した。 1990年代の終盤には、ブリア・トーレは、ナオミ・キャンベル、アドリアーナ・ボルペ、ハイジ・クラムといった、スーパーモデルとの恋愛関係を、ヨーロッパのタブロイド紙に書き立てられた。クラムは2004年に、ブリア・トーレとの間に一条を設けた。2008年にモデル、タレントのエリザベッタ・グレゴラチと結婚、2010年に長男が誕生している。ありがとうございます。